我扔垃圾。 こんばんは同じくワールド大スター静香役の長谷川いくですこの番組は演劇ガールズプロジェクトワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組ですテレビアニメは現在各プラットフォームで配信中そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムも絶賛配信中です始まりましたえー第70回 70, 70回回ですかすごい衝撃ですよすごい今回はうん70回という記念すべき今回うん 世界ペンギンの日だそうで。なんで?。ペンギンになったつもりでタイトルコールをしてみました。この配信日がね、四月二十五日が世界ペンギンの日。こちら、こじいたさんから。いただきましたありがとうございます。ペンギンめっちゃ好きなんですよ。なんかすごいちっちゃい頃にペンギンの一生の映画があって。なんか見に行った気がする。え、私最近ペンギン見た。え。 シーパラ行ったのあへーシーパラ行ったから、うん、そうペンギン沼ペンギン、うん、可愛かった可愛い,いよねペンギンって癒されるペンギンペンですよねフォルムと歩き方と、うん あと意外とペンギン関係が複雑なんです。そう、あのペンギンって絶対あの乗ってるよねその中。あのペンギン関係について。あるあるある。あ図がありますよね。あるあるある。こことここは夫婦でみたいな。でもちょっと上う中うみたいな。何色は何何くんですかね。ありますあります。あちらあちらですね。やったね。ペンギンコーナーだけで時間潰せますよ。そうそうそう。わかるわかる。楽しめちゃ。う楽しいよね。はい。そんなことでですね。なんとイベントの感想は。はい。まだ読めないよ。 はい、読めません来週読めます来週ですはいお待ちくださいそういうことです、みんなそういうことですまだ漂ってるって言ってるでしょ服も変わってないでしょそうでしょあと日本通りでしょ何を今日しているやらですけれども70回ですほんとすいませんということで、最後までよろしくお願いしますワールドダイスターラジオわらじ開演です この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りしますワールド大スターラジオわらじ改めまして岩見もなかですさせがおいくみですはいどうですか最近元気ですか <laughs> 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 元気です最近は本当にいっぱい人に会いましたからおいいですね <laughs> プライベートでですかプライベートでお え、っぱい人めしい気持ちなんかずっとお互い変な喋り方して天気が抜けない珍しい本当にあんまり人間に合わないね人間なのでえ何故ですかどんななんかちょうどね飲み会とかが重なったりもあったりとか遊びが重なったりとかもなんかキュッとこうなんか一週間にキュッってなんか詰め込まれた週があってもそこにいましたねあそこにいました そこにいたんです。<laughs> あの見ましたか、エックス。エックス、そう、投稿させていただいたの。ね、担当マネージャーさんと。そ<う>あ、そうなんです。あれ三人の写真をあげてしまって。担当マネージャーさんもいらしたんですよ。いたんです。私<し>、持ってくれてます。もう一方の社長さんも本当は来る予定だったっていうね。そうちょっと。 いろいろあって、来れなくなっちゃったんですけど、なな本当に、ね、<う>楽しかったですね。あれも、ね、画像だけ送ってね。画像だけあの。<laughs> <laughs> あれ、本当はよくない。<laughs> 本当なんです。<laughs> なんか、ね、え、前菜みたいな。<laughs> そうそう、み、待って、ね、その、運んできてくれて、めちゃおしゃれなね、<laughs> うん、前菜が来て。 これをちょっと送ってあげようって言って今日来れなかった社長もう一人の社長に送ってみんなで一斉に送ろうって言ってみんなでおんなじ目に同じ個性んった写真の撮り方は個性あったいかに誰が一番おいしそうに撮れるかでこうあその構図ねとか言ながら。 ねただ社長に送るってそ,そうしかも私が何も書かずに写真だけ写真だけねあって送ってでもその後にそのもう一方の社長さんが一人一人に全然違う内容の返信をすぐ返信きたしね全然違う文章でなんか考えてくれたんだってのでほっこりすぎて同じ写真に対して別のこと4人分送るってめっちゃ難しいじゃないですか <laughs> もうだって一人目で「美味しそう」がもうじられちゃうわけで「うわ高そうな○○ですね」みたいなやつとかなもほんと一人一人違くそうえ私 X に書けなかったんです容プレゼントの内容についてはいはいはい。勝手にね勝手に書くのもあれかなと思って確かに確かにいやみんなちょっとね想像してください私たちにプレゼントをあげるとすれば皆さんは何をあげるんでしょうかねっ

子供の頃ぐらいわくわけになってあげてたらもうマトリオシカのように全然出てこなくて全然ハセミさんのやつがもう全然何だろうって袋からしてまだ何も書いてないってこの紙開けますね開けてまた紙に進むてもう一個あげますねってあげたら今度もう黒い箱にがこれが何みたいな厳重すぎて全然たどり着かないそんな厳重に見てたものは何かというと お米え <laughs> しかもいいんですよねあのお米そうなんかお米あソートセットみたいな <laughs> 本当にいろんな <laughs> もうそれこそコシヒカリだとかん本当いろんな土地のお米がなんか二合ずつ入ってるやつでうん、うん、そうなんですよそう私なんか今日食べてきたええー、お家で炊いて いいですね。すめっちゃ美味しかった。なんか本当、私がいただいたのが、うん、あの日本酒セットだったんですよ。<う>なんか、私、あの開けた時に、うん、はせみさん、お米好きっておっしゃってたじゃないですか。うん、私も日本酒好きだし、うん、なんかこれを事務所の皆さんが。選んでくれたのかみたいな、うもう、な、なんか嬉しすぎてかる。 この時間が時間も愛としすぎて飲めないみたいな。本当にもうちゃんと好きなものでそうなんですよね。だって本来もご飯ねお祝い会しようって開いてくれるだけでもすいませんごめんしいやこちらがお返しするターンですけど本当に本当にそれなのにこんなものまで本当に嬉しい忙しいんですよみ本当に本当に忙しい時間内もどうなんですよ。 しかも我々の担当マネージャーさんなんてお米と日本酒も持ってきて <laughs> もうあの私だってお米だけでもやっぱお米って重いし <laughs> か<に>わかりますよねそうめちゃめちゃ重いってなったのを日本酒と煮香って、うん、んでで自分の仕事のねそうですよカバンとで来てくれて、うんまあんなになんか己の環境をありがたく改めて感じさせられる時間とかも、うん、いや本当にね,ね 恵まれてますよ。恵まれてるも、なんかより頑張ろうって思うもんね。そう、自分のためとかじゃなくて。そうみんなのため、なんか頑張りたいって思うんです。正味、そっちの方が頑張れますしね。本当にそう。まあ、もちろん喜んでくださるね、お客様が。いや、そう、もちろんそうですよ。皆さんももちろんそうなんですけど。ね。本当になんか。なんか、最後のさ、ご飯。マグロ丼みたいな。ちょっと、本当に。 う本当に豪華な料理がいっぱい出てきて最後トッピングありますって「むぐろんぐどん」が最後出るんですけどみたいなエビとウニとかキャビアのせられますよみたいな言れ岡本さんが「全然いいよもう好きなの好きな時も全部でもいいしいいよいよ」って言った瞬間に二人声揃えて全部のせないって何の気遣いも部 それなら、はめろ。すいません。結構、これが本当に。美味しかった。よね私も楽しかったです。そんな近況。ね、なかなか二人でお話しする。こともね、この番組ぐらいしかない。確かに、確かに。ちょうどいい。うん、そんな感じでした。近況でございました。引き続き頑張って。頑張っていきます。ね、ワールド大スターも。ね。 全然続きますからね。そうだよ。頑張っていきます。はい。ええー、そしてこれは普通のメジャーです。普通のメジャーです。ラジオネーム <laughs> ゆうさんからいただきました。ありがとうございます。いますいやみさん、はせみさん、こんばんは。こんばんは。イベントブルームタイムラプスのストーリー見ましたが、アニメワールド大スターから始まったシリウスの物語。夢捨てで描かれたシリウスの物語がすべて振り返るお話で、懐かしさを感じました。 イベント開始の四月十日はアニメワールド大スター放送から一年経っていてシリウスの一年を振り返るのにちょうどいいタイミングでこんな素晴らしいイベントを開催していただいた運営さんには感謝ですといただきました。うん,うん確かにそうだったそうだったねえ終わっちゃってるんですけどイベント自体はそそでもストーリーはまだ読めます。うんうん、うん、こ,これね,これねもうここなの。ここちゃん可愛い。<laughs> え本当に可愛いんですけど,どこれめっちゃ可愛いよな、ね。う <髪>なんかどこの美女って思ったらココナちゃうんでほ、うんとにウェーブウェーブがかかった、うん、ロングヘアでね、うん、バンダーちゃんもわい,いえー、どこの森の美女もほんとにかわいいほんとにねいいですよね イラストで感動してしまうわシリウスも結構イベント割と多くないですか最近撮るのもうん確かに撮ってるねねだから嬉しいですよねちょこちょこシリウスのみんなの関係性がどんどん深まっているのを感じたりとかねそうそうそう本当このストーリーもなんか懐かしい感じであったなあったなって思いながらねいいね嬉しいこういうのね本当ありがとうございますはいでは続いて むつきさんからいただきましたありがとうございます岩わさん長せみさんはラジースタッフの皆様こんばんはこんばんは,んばんはいつも楽しいラジオありがとうございます毎週の仕事を乗り切る元気をもらっています<ら>一つお聞きしたいのですがワールド大スターへの道のコーナーはまだ生きているのでしょうかあのコーナーであたふたしているお二人を見るのがとても好きだったので気になっています、うん ちょ、思い出します。<laughs> ワールドダイスターへの道は <laughs> てはては <laughs> て <laughs> えっまるまるダイスターじゃなくてですかあ <laughs> あ、確かに。まるまるダイスターじゃなくてですかいやいやいや、いいんですよ、いいんですよ。いいの、もう私たちのことなんて。<laughs> <laughs> いや紙コーナーが多すぎてそうなの面白いコーナーがねこれでも掴みでしたから掴みのコーナー掴番組を始まってまあ役者としてこう磨きますよみたいな表現を磨くぞというそうコーナーでしたけどねえ前回ワニワニパニックで終わってましたっけ違うよあれごまでしょあごまかあれごまだごまのごまの開運チャレンジそっかそっかえ何で終わってるんだろう カード引くやつあーそうだカード引くやあ太陽北風と太陽とかあー難しかったやつだ知らなかったやつあれはどこに行ったんでしょうねご褒美もういらないってことですっていやいやご褒美はいりまするけどでもなくなってはいないなくなってはあれあれ まあその二軍三軍困った時に困った時の来るかもしれないやっぱみんなのねお便りが面白すぎるんですよあんたたちのせいだから面白いそう面白いリスナー面白いそれ面白い女たち本当にみんなが面白すぎるからみんなのやっぱお便りを読めるコーナーを積極的にやっていきたくなっちゃうんですよ本当に皆さんで作って いただいてますよね。そう、本当にそう、みんなのおかげでございます。来週やるか?。いやいや、それは。いいんですよ。いいんじゃないですか。気にしないでください。気にしてほしい方ですもんね、睦月さん。ごめんなさい。睦月さん。でも、でも、いや、いいですね、久しぶりにやるのも。睦月さんのために。そうですまあ、ご、五年に一回。オリンピックより長い。パン まあどうなるかはね。はい、そうですね。皆さん見守っててください。いつやるかわかんないから、毎週見ないとね。はい、そうですよ。<laughs> うん、はい、ということで、はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしてます。はい、では、ここで一曲お届けしたいと思います。現在開催中のイベントで、新しく追加となったこちらの楽曲。はい、白丸美と CV ブイ近藤玲奈でハートフルレシピ。また美味しく、また美味しくできんかな。 「くのか。 続いてはこちら夢捨てアルバムフォトジェニックこのコーナーでは夢捨て内でのキャラクターのフォトジェニックの一枚を募集その魅力を再発掘していきます今回ピックアップするキャラクターはケー団シリーズの静かです待ってた説明不要ですねこはも静香ちゃんはもうどんどん紹介していきましょういっぱい来てるそうですよ楽しみまずチャーリーとオスカーさんからいただきましたありがとうございます岩見さん長谷川さんこんばんはこんばんは 季節は少し遡りますが、うん、冬にこんな少女と出会ったら一瞬で恋に落ちてしまいそうだなと思った一枚です、うん、きっとどんなに仲を深めても私はココナのセンスだからと去っていくところまで頭に浮かんで、うん、なんだか面白かったですなんでだよな,なんでだよ,なんで,だよなんで面白いんだよそこがなんでよ回んか切なくなりまたとかだから分かる <laughs> なんで面白い <laughs> な,なんか面白い <laughs> <laughs> なんか面白い<笑><笑>じゃ見ますデあ 似合うこと。白が似合いますよ。白とブルーが似合うことに。え本当なんか冬のカラー似合いますね。寒色系最強。さすが。冬べですよも。冬べ。ブルーべとかじゃなくても。冬べ。絶対冬べ。冬べの静かです。冬べの静かいやいいねこれ。いいですね。似合う似合う。これはもう飛び込みたい。こうふわって。 なんか光って見えるもん混合しい発光してるいやこんなこそれは恋に落ちてしまうわこんな少女がもう忘れられないですよ本当に目があった全然面白くないよ全然面白くないぞチャリオスでは続いてヨイさんからいただきましたありがとうございます岩見さん長谷川さんこんにちはこんにちは初メール送らせていただきますありがとうございます今か今かと待ちわびた 静ずかのフォトジェニックいろいろな静ずかを撮らせていただいたので良ければ評価お願いしますしずかーい爆発暑いぞ暑い行くぞダンあーかわいいえ超センスいいですねやばい超かわいいですで、なんか自撮り的なこれはですかねあ、なんか札見てかあ、札か、スマホかと思ったいやでも自撮りと捉えても可愛いいぞこれい じゃんえ、全部表情かわいいかわいいハイセンスですやばいなぁヨさんハイセンスいやこれもいいハート作ってるこのなんかアワワガワも可愛いロングだロング髪だかわいすぎる一瞬なんかこれさこの衣装のねはいはいはい衣装のふわってわかりますこれね これ死者みたいなやつかなあの竹取りの一瞬なんかジェットコースターからって思ゃってこれそこかわいちょっと緊張してちょっと緊張顔かわいいもうすぐ落ちるからっていうこの顔にも見えて妄想がはかどります物語が出来上がっちゃう続いて くりうどんさんからいただきましたありがとうございますずかちゃんはワールド大スターを見るきっかけになった大事なキャラクターなのでどんな構図にするかどのフォトを選ぶか非常に悩みました、うん、いつもしっかりとしていて勝ち気なしずかちゃんだからこそ似合うかっこいい服装と、うん、射的前に行うかわいいウインク敬礼ポーズの組み合わせによるギャップがたまらなかったので、うん、ぜひ見てくださいおー気になるなるほどダンかわいい,わい,いえ皆さんえ サインカット取るの、くないんですか。うまいねさっきのもあったよ。ね。可、ね、愛いいすぎる。可愛い,い。なんかちょっと、お茶目な表情ですね。書籍前に、何をしてるんだという。うん、こんな、いっちゃ、取ってきますみたいな。やっちゃよ。<laughs> 任せていいって。可愛い,い。あ、でも、確かに、服装も一応似合う。うん、可愛い,い。いやだ、可愛い,い。可愛い,い。<laughs> また、いいですよ、桜がね。この今の季節に。 履いてますねでは続いて岩名さんからいただきましたありがとうございます岩見さん長谷川さんこんばんはこんばんは今回のお題は待ちに待った静かということで音劇コラボ衣装でのとっておきのほどを送ります特に表情とポーズにこだわって撮影しましたあら音劇かいくぞ見てみてください力が入りすぎて全部こいつ。いきますテンあー怖 もう全然雰囲気違いますね。どこの子？本当にちょっとサラこれもサイン入りですよ。やばいやっぱコスチュームが違うとねもう一気にすごい雰囲気変わりますね。アイドルよ本当にこんなのもうロングになって髪もねでもやっぱ目はこう静かのねまっすぐな感じが綺麗なブルーとネロの人もうどんな髪も服も似合うんだから似合うんだから。 静香ちゃん静か困るよ <laughs> <laughs> 困るよいい加減にして <laughs> 続いてマシマホさんからいただきましたありがとうございます今回の撮影テーマにしたのですが、うんえー、お二人は 夢捨ての撮影機能にドリンクシーンが多いのはご存知でしょうか、えー、多い,ういう、えー、公園やカフェ、プールでそれぞれにあったドリンクシーンが見られますうん、うん、また夢捨てにはゲーム内で使えるスタンプもありますがなんと静香はそのスタンプもドリンクに対応していますフォトとスタンプをまとめてアルバムにしましたのでぜひご覧いただけたら嬉しいですな、うん、んだなんだ,んだ、うん、見ますデン <laughs> びっくりした ごくりをねごくりをそっちの解釈したってことねそういかや面白いスタンプでそろそろ休んだらごくりごくり息のみしてるんですねごくごくりごくごめちゃめちゃ喉乾いたんだろうね絶対スポーツドリンクだもんねこれ CM いけちゃいます CM こんな美味しそう飲んでくれたらいいわなんかなんかこの <laughs> なんていうのこのドリンクなんだトロピカルジュースみたいな<ー>ち,ょちょっとジュースのやつをこ両手で飲んでるのがかわいい、うん、<laughs> こう飲みそうなところマイ,クマイク飲み、うん、マイク飲みしてかわいいかわいい,い絵になるわ外を見ながらで、ね、カフェにいるなんかあの青春 CM のやつやってほしいですねやってほしいごくごくごくそろそろ休んだら <laughs> そろそろ休んだら <laughs> <laughs> いいねいいですねえっ最後もやばい最後そんな最後に選ばれました、はい、その名は「夢捨て」をインストールして私が一番最初に撮った一番最初に撮った<ー>記念すべきフォトはババブブししかない静香ちゃんでした <laughs> バブ<ミ>逆に一番最新の静かちゃんフォトはベリーキュートクールガールです <laughs>

えちょっとめっちゃ可愛いんですか。可愛い。これ一番センスだったの？すごいセンス。えめっちゃ可愛いですね。めっちゃアイドル角度。うんなんかちょっと肩からキュってなってちょっと下上目っぽくめずかい。超可愛い。可愛い。えすごいこれ最初に撮れるのすごいよ。すごいですよね。天才だ。うん。え。 最新も気になるな本当ですねベリークキュートクーガルクーガールなんかバカ映画いや本当に素晴らしい写真で締めていただきましたすいませんやっぱ自キャラになるとねテンションが余計に上がってしまいますだってしかも待ちに待ちすぎたずっともうね待ってましたから本当皆さんありがとうございますきっと温めてくれてた方も多いかったでしょう。 ということで、うん、静香ちゃんは以上に、なります。はい、みんなありがとうございます。ありがとうございました。えー、次回、5月2日の放送では。<laughs> 大鳥心さんをピックアップします。<laughs> <laughs> あのやる <laughs> 気十分です。中の人は。ももミふねなんでしょう。これは。<laughs> これは何な,んなんのかわからないですけど。<押す> <laughs> <laughs> これがね、ラストの。アートジェニックとなります。 はいえ本当みんな待ってましたよね <laughs> た待ってみんな待ってますよねもう今多分今肩ブンバシでみんなじゃ <laughs>、うん、ちょっと楽しみにしておりますので、はい、皆さん素敵な一枚送ってくださいはい以上夢捨てアルバムフォトジェニックでしたここでワールド大スターからのお知らせです。 夢捨てのボーーカルアルアバムが続々リリース中です4月24日水曜日に第3弾劇団電気のアルバム d e a r e x マキナが発売となりました発売を記念しタワーレコード新宿店でコラボポスターの掲出や劇団電気メンバーの等身大スタンディーパネルの展示ポスターカードパネルの展示を実施中です店頭抽選企画などもございますのでぜひこの機会に足をお運びください また我々シリウスのメンバーが歌唱する楽曲を中心に集めたボーカルアルバム第4弾「シリウスの輝きのように」が6月26日水曜日にリリースいたします対象店舗で購入すると劇団ロゴアクリルスタンドが特典として付いてきますのでぜひご予約ください次にゲーム情報です現在イベント熱々料理堂が開催しております簡単にあらすじをご紹介します 稽古後お腹を空かせたミトたちはカミラの勧めでシュエの働く中華料理屋を訪れる天才チャーハニストシュエの料理を気に入った様子のイロハにミトは少し複雑な心境で親友に美味しい料理を食べてほしいミトが頑張るほっこりするイベントとなっております。 イベント新楽曲には本日ご紹介した白丸みと CV 近藤麗奈が歌う「ハートフルレシピ」が追加されておりますまた「エデン2章が明日26日より追加となりますこちらも簡単にあらすじをご紹介いたします時はサロメの少し前演技についてテトラから指摘を受けていた大黒はへこみながらも初見やエデンについていくため決意を新たにし次回公演でも主役に抜擢される。 何としても初見からの期待に応えたい大黒だが大好きな我が主とエデンのため大黒が自分自身と必死に向き合うシナリオとなっておりますぜひ明日の追加をお楽しみに以上ワールド大スターからのお知らせでした。 ワールド大スターラジオわらそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますのでお好きな方でお楽しみくださいアーカイブは「ワールドダイスター」公式ホームページの「ラジオ」の項目からも飛べますのでぜひチェックしてください。はいということで今回の放送をお送りしてきましたーいやーもういっぱい静かね<ー>れね超可愛いですねもう改めて本当にやっぱこんなみんなこんな思いをしていたのかとね <laughs> やっぱ嬉しいでしょう、ね。嬉しい、い<や>うわ、早くそちら側に行きたい。<laughs> もうちょっと待ってください。もう来週反応できますんで。で<も>本当うちのシリウスの静ずかちゃん、本当に可愛い,かわい,いです。本当に改めてね、彼女の魅力、うん、改めて気づけたし、新しく気づけた顔もあったし。しそうですね本で。本当みんなのおかげです。ありがとう。と愛がね、ある。うん、投稿ありがとうございます。 はいそれではそろそろお別れの時間となりました、うん、この時間のお相手はワールド大スター大鳥ココナ役の岩見真中と静香役の長谷川いくみでしたせーのバイバイ,バイ,バイこの番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りしました 本当にここで役の岩見真中です静香役の長谷川い美ですこちらはワールド大スターラジオわらじのおまけコーナーですふつおたを紹介していきますよ,よなぎりんさんからいただきましたありがとうございます 4月に入って暖かくなり一気に桜も満開になりましたね、うん、私は先日趣味の写真を撮るために地元の名所へ桜を見に行きました、うん、普段は愛用のカメラだけがお供なのですが今回はせっかくなのでワールド大スターのアクスタもお供させてコ,コナ南静香と一緒にお花見をしてきましたお二人は今年お花見できましたか写真ににはなりりままますすがいいい感じに撮れたた桜のおお裾分けをお送りしますいただきましたしいこちら ねであ、えー、いいうまい。取り方うまええ可愛い綺麗取り方うますぎる綺麗すぎる可愛すぎる見てえー、だってこれさ、もう結構大抵ね指が一緒入っちゃったりとかありますけどえ、構図ももう,うこもうなんかこのままキービジュアルに、ねね、なりそうだよね <laughs> キービジュアルになりそう、えー、すごい綺麗綺麗すぎ えこれもめっちゃ綺麗なんですけどちょっと私別のラジオで見たんですえそうなんですかなぎりいつもありがとうええな新鮮なリアクションが今できなくてめっちゃすごいこれ知ってる知ってるこれねこれねこの写真よねえめっちゃすごいこっちいやこっちかこっちだこっちだそっちだすごいこっちはねお昼間の えー、私今年全然見れてなかったです。<ら>なので嬉しい。ありがとうございます。お花見できました。いいなもう公園に遊びに行って、いいですね。バドミントンして、キャッチボールして、シャボン玉もしてあまあ、す。ごい満喫。<う> <laughs> 満喫しまくりました。<laughs> いいですね。そう。 でもレジャーシートを持っていってなくて私たちはもう体を動かすことを目的に行ったので <laughs> あの周りはもうレジャーシート座ってとか、はいまあ、確かに遊んでる人もいるけど <laughs>、まあ、ち,ょちょっとしたらやめて座って私たちはもう一切座らてず,ずっと。 はっはいいな動き続けましたいいですねうんちゃんと筋肉痛になりました楽しかったですお花見できてよかったようなのにねえね天気もやっぱさ結構崩れがちでもあったそうですねもちね散り始めちゃっているところもねあるでしょうねねできてよかったなぁいい写真ありがとう本当に写真ありがとうございますでは続いて 人生とっくに折り返しさんかいただきました <laughs> おーなんかそ,そ,なそんなことなんでないよそんなことないって、うん、まだまだいけるってまだまだいこうまだ長いよ先は、うん、えー、まなかちゃんはせみんこんばんはラジこんばんはラジこんばんは 先日まなかちゃ,な、ね、マちゃんのくしゃみの話になりましたが <laughs> 私も花粉症なので目も鼻もこの時期は本当に新品に変えたくなります <laughs> いい言い方めっちゃいい言い方してる <laughs> 新品に変えたくなる確かにねいいな確かにね、えー。毎回ではありませんが3回くらい連続でくしゃみが出ることもあって <laughs> 分かる。人前では本当に我慢するのが辛いですわかる 思いっきりしたときはすっきりハートしますが、<laughs> <laughs> ク癖あるぞこの人ク癖あるぞ。<laughs> なんだろう。えー、<laughs> 鼻にスプレーするタイプの薬は、えー、くしゃみが激減します。おすすめです。えー、あそうだなんか教えてみたいなことっていい言いましたよね。 <laughs> 飲む薬は鼻水を抑えられる感じなんだって、うん、あそうなんですね私はアレルギー体質なので年中こんな状態ですが、うん、少しでもなかちゃんが楽になれば嬉しいですしいまた食べ物を食べるコーナーできるといいですね。うん、本当に,本当にはセミんはそのままダイレクトに口に運ぶ。<laughs> <laughs> られて <laughs> っ2人とも美味しそうに食べるので私も一番好きなコーナーでした <laughs> <ー>苦手意識のあった音ゲーでしたが、うん、ボイス聞きたさに手を出してよかったと思っています嬉しいありがとうございます えもうで言うと本当に私あのイベントでロうなく劇をしてるときに来ちゃったんですけ波がもう絶対私はくしゃみをしないぞとそれさマイクはこういうマイクそれともここのマイクこういうこっちですねもうもう絶対にくしゃみをしないぞってなってんか別に自分のセリフでもなかったからなんかふが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 。 口元、ふが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 動かしてたんですけど、もうやばかったんですよ。もう7丁目ぐらいで、ふがふが、うーん、あ、無理だ、もう無理だ !9、丁目ぐらいに来た時に、9丁目とかじゃなくて、9、山とかで大丈夫だった。9丁目ぐらいに来た時に、なんか、マイクに、ワンファイ やるわけにいかないですよみんなが楽しく掛け合ってもう絶対にマイクを外さなければいけないで私はもうやばい来るフんンってやったんですよふフンってやったら収まっちゃってあ、動きだけそれをフんンってやった瞬間スンとって恥ずかしいただ横向いたどうしたんだろうって何を横ええみたいな本当に最悪だなあんまないんですけどね 人前にいるときにクジャに来るのはなかなかないね。いまあ、意識があるからね、うん。でもまあ楽しいイベントだったからかな。<笑><笑>まあ出なくてよかったけどね。その収まってよかったけど <laughs> <laughs> <に>まあ謎に横向いたっていう事実だけは,僕は。<laughs> 結構勢いやから。懐かしかったんですけまあでもここじゃなくてまだ良かった。<laughs> そうですね。ここについてるやつだと本当にもしオンになって。皆、うん、さんもう一生懸命口を閉じて。<laughs> こういうくしゃみありますよなんか。内側、あんまよくないらしいですよ。これ。内側で。くしょ。あるね。あれ、よくないらしいので。でも、癖で添え中人もたまに。いますよね。やめたほうがいいんだってじゃ。あアフレコの場とかでなりそうな時、私はもう、それですね。あ。でも、な、なんとなく音になっちゃうでしょ全くならない。ならないんだ。でも、それが成功するくしゃみと、もう無理っていうくしゃみ。 そのイベントもう無理があもう無理があったんいや怖いよねまだこっちだったらちょっと頑張って離れそうなんですよ離れてね顔外せばねそこまで邪魔にならないません本当にありがとうございます教えていただいてあり試します忘れてましたけど本当にじゃあそろそろお時間となりました引き続きラジオ本編もお楽しみくださいせーのバイバイ